原子は元について書かれた歴史書。真の権流天が定めた24詩の一。編纂者は総連、後景など。本四47、表8、志58、列伝97の計210巻からなる紀伝体。成立は明の1369年。収録年代は、チンギスカンがイエケモンゴルウルスを建国した1206年から、 純帝とゴンテムルが大統を放棄した1367年まで。拙速な編纂により語尾、重複、脱漏が多いことが早くより知られており、交渉学者の戦隊金が古今、死なるの速やかなる、未だ元氏にごとくものあらず。思考して、文の労立もまた、元氏にごとくものなしと評するなど、信頼にはすでに24死の中で、最も完成度が低いとの評価が定まっていた。 そのため多くの歴史家によって原子改定の試みがなされており、その集大成が20世紀に編算された新原子であった。前年に皇帝に即位後、大元ウルスを下北から追い落とした後部帝は後部2年2月1日に御事の利を出すと、総連を主観として原子の編算を始めた。半年後の8月に一旦に最初の編算が終わったが、 県庁最後の皇帝、巡帝の本義がないといった問題点が指摘され、翌後部3年2月に編纂が再開し、8月に完成を見た。編纂に携わった総連、後継らはいずれも東大一流の文人であったが、原始には多くの問題点があった。その原因として第一に、民が成立して即座に編纂が行われたことが挙げられる。普通。 聖書の編纂には恣意的なものが混じらないように100年程度の間隔を置いてから行うのが良いとされる。第二に開始から1年半というごく短時間にて完成したことが挙げられる。その次の聖書である民主が94年という歴代でも最長の時間をかけたのとは好対症である。後部帝がここまで編纂を急いだのは 観測王朝を復興したという立場から、遺跡の王朝である元を、一刻も早く過去の存在となすと、自らの正当性を固辞したかったゆえと推察される。進む原子表には、上は大層より、下はネイ・タカで、十三兆実録の分により百貫余りの荒間の死をなすとあり、原子の雛形が、十三兆実録すなわち大層、大層、低層、剣層、 清祖、清州、武装、人僧、永僧、大定々、民衆、文僧、ネイタカシラガンチの歴代実力を原始量に変算されたものであったとわかる。ガンチの実力は、清祖、クビライの知性に変算が始まったが、クビライの存命中には完成せず、清州、テムルの知性に始めて、清祖実力並びに、大祖実力、大僧実力、低僧実力、 映像実力、謙創実力が完成した。以後、元朝の歴代皇帝は、前代の皇帝の実力を編算するのが慣例となり、明朝の時代には、十三朝実力が残されるに、至った。この、元朝実力は散逸して現存していないが、原始核本義が、核、実力の性格をそのまま引き継いでいるであろうことは、多くの研究者が指摘している。 すなわち、各朝、実力は今、上景が、選定の辞席をまとめて編纂させるものであるため、基本的に、現政権にとって、都合の悪い事実は記されないという共通点を有しており、原始の各本義もこの特徴を継承している。一例を挙げると、映像政権によって編纂された人相実力を元とする人相本義は、人相が、息子の映像を即位させるため、 武装のモロコを礼遇、排除した事実を徹底的に排除して編纂されているが、逆に、文装政権によって編纂された映像から、民衆の実録を元にする本義はその間の権威を包み隠さず記している。また、当然のことながら、最後の皇帝ウカートカーンには、実録が存在せず、そのため、第一次編纂の後に編纂官が各地で再録。 収集した資料をもとに編纂されている。このような返済経緯のため、順定本義は他の本義に比べて、記述に一貫性がなく、他の書物と比較検討なしに、記事間の脈絡を乱すことは、ほとんど不可能と評されている。原始九97シリング47色歌詞後には、色家の原子は、形成体典によって19の項目の項目を載せており、 天略以前については、記載が詳細である、とあるように、原子の志類の大部分は、天略2年のジャヤートカーン即位記念に出版された、形成大展を主要な資料源として編纂されている。形成大展も、現状実録と同様に散逸して現存していないが、その一部が、永楽大展中に、単画家や、騒雲といった項目で記録されている。 英楽大典初集の単赤と原始巻101平子4単赤を比較すると、後者は前者の文章を一部の語句を変えるのみでそのまま引用しているが、その分量は前者の30分の1程度に過ぎない。そのため、原始の志とは、形成大典の記載を数十分の1程度に省録したものであると考えられている。17世紀以降、 新朝統治下の中国では交渉学が盛んとなり、原子に対しても、古縁部、超翼、戦隊金、小炎平、義元ら名だたる交渉学者が批評を行った。列伝の配置新書の交渉学者戦隊金が最初に指摘した点であり、原子の列伝が、蒙古人、色名人、漢人の順に変算されていることを評価するもの。モンゴル帝国よびオーモットウルスは前代にタグを。 未来、世界帝国であり、非常に多種多様な地域出身の人物が進化として使えていた。その点を踏まえ、原始の列伝では、第5巻から第32巻までが、モロ人、色目人、第33巻から第73巻までを、漢人、南人に当てている。なお、列伝が、公ー列伝、英宗、広史衆、建造、 純修伝から始まる構成であることを評価する意見も存在する。直訳体幹文のサイロック信頼の工場学者たちからは批判点として認識されていたが近年のモンゴル史研究者からはむしろ評価点として見られるようになったもの。13世紀から14世紀にかけてモンゴル帝国ではモンゴル語を世界共通語とするという目標のもと征服した。 諸民族の言語の翻訳環境を整備していた。その過程で中国方面に導入されたのがモンゴル語直訳体漢文で特にクビライの治世以後に文章の定型化が進められたものを大元ウルス書式とも呼称する。モンゴル語直訳体はモンゴル語文章をモンゴル語特有の語句と語順を保ったたまま漢文に翻訳した特殊な文章で モンゴル語と漢語の双方に通じているものならば、元となるモンゴル語文章をある程度復元可能という特徴を持つ。反面、一般的な漢文の知識では全く読めない文章となっており、伝統的な漢文教養を有する交渉学者たちは、このような文章を文は比例を極むと下げすんだ。逆に、近年のモンゴル史学者にとって直訳体は、 当時のモンゴル語原文を類推可能な貴重な資料であり、研究対象として注目されている。原始に記載される直訳体で最も著名な例は巻29体定定本儀の即位の章であり、実際に杉山正明はこの文章を考察し、大部分のモンゴル語原文を明らかにしている。これ以外にも、各本義が実力の性格を引き継いでいる点など、 原子量を分体を統一せずにそのまま引き移している。点がかえって資料価値の高さを生んでいるとされる点がしばしばある。列伝の重複同一人物について誤って二つの列伝を立ててしまうことで原子に対する批判の中でも最もよく知られるもの。このような誤りが生じるのは、非関民族の人命を漢字転写する際に多数の表記方法があるのに対し、 変算官がこれを同一人物と認識できず別人として扱ってしまったためと考えられる。また同様の理由で原子は本義と列伝で人名表記の統一が全くなされていないため今なお対応する人名が不明な人物も多い。一般的には以下の3例が列伝の重複として知られている。また以下の2例は同一人物の列伝でこそないものの 親族同士であるためにほとんど内容が重複していると指摘されている。喪失成形表の不備信頼の交渉額ではあまり指摘されてこなかったが、終始や五族府といったペルシア語資料との比較検討が可能となった20世紀後半以後に指摘されるようになったもの。五族府などの警府資料と比較したとき、喪失成形表にはあまりにも問題点が多いため、杉山正明は、 これに基づいて、大元ウルス地下の消応を正確に把握することなど、ほとんど不可能時に近いと最小している。ありがとうございます。